皆さんこんにちは。令和2年度司法書士試験合格者の熊澤あずさです。私は伊藤塾入門講座山村クラスと、宇津木先生の中上級コースを受講し、2度目の受験で合格することができました。私が司法書士試験を目指したきっかけは、実家で不動産の取引や相続が発生した時に、法学部出身であるにもかかわらず、身近な生活に密接した法律の知識がないことを実感して、その時に専門的な知識を身につけたいなと思ったのがきっかけです。そして何より、大きな資格に挑戦したことや、粘り強く何かに打ち込んだことが今までなかったので、司法書士試験に合格することで、自信と一生かけて突き詰めていける仕事を身につけたいと、手に入れたいと思ったからです。最初の数ヶ月は独学で勉強していましたが、効率が良い勉強ができず、伊藤塾の入門講座をオンラインで受講しました。伊藤塾を選んだ理由は、知り合いの司法書士の先生や弁護士が伊藤塾出身であったことや、無料のお試し受講の動画を見て、山村先生の講義がとても分かりやすかったからです。またテキストも実際に拝見させていただき、簡単すぎず難しすぎず、テキストの量や内容も自分に合ったものだと感じました。また勉強だけの生活だけではなく、少し働きながら勉強をしたいなと感じ、パートタイムで司法書士の補助者と仕事に就きました。補助者として働きながら受験勉強をするメリットとしては、講義で得た知識を実際の実務の現場で活かして実際に使うことで知識の定着につながることや、司法書士の先生に合格者の先輩として受験勉強についてお話を聞けることなどがあるかと思います。ただ合格するためにはまとまった時間が必要になってくるので、勉強を優先させてもらえる事務所を選ぶか、専業で勉強して1年でも早く合格することを、合格できる方がいいかなと思います。私が1年目で受講した山村先生の入門講座は、初学者でも分かりやすく説明してくださり、とにかく聞き取りやすいので、倍速で講義を見ても全く問題なく聞き取ることができました。またテキストのどの範囲を重点的に勉強すべきかを教えてくれますし、受験生が精神面できつくなる時期が分かっていらっしゃるので、そのタイミングに合わせて前向きな言葉をいつもいただくことができました。山村先生は、合格者が乗り越えてきた合格への道筋を常に示してくれていたのですが、私が1年目で失敗した点は、山村先生が教えてくれたようにメリハリをつけた勉強法ができなかったことと、自分なりの勉強の仕方やペースがつかめなかったこと、そして一番の問題は合格に対する意気込みが足りなかったことです。その3つの失敗を踏まえ、2年目の受験生活では、今までのスタイルを大きく変えて勉強を開始しました。2年目は、宇津木講師の中上級コースを受講し、宇津木先生と山村先生が教えてくれたアドバイスをきちんと守って勉強し、プラスアルファとして、細かい勉強法に関しては、勉強法の本をたくさん読んで、自分なりのやり方を模索しました。一つ目の失敗点であるメリハリをつけた勉強については、1年目は全ての科目のテキストの隅から隅まで理解し覚えようとして時間が足りなくなって失敗したので、2年目は主要科目をメインに勉強し、その科目の中でも出題可能性が高い範囲を最初に覚えるようにしました。1年目はテキストを汚したくない思いからシャープペンでしか線を引かなかったんですけれども、どこが重要かが分かりにくくなったので、2年目は、月先生が授業で指定してくれた重要箇所や場合分け箇所、暗記箇所を色分けでマークして、マーク箇所を最優先で学習しました。また、月先生のレジュメの図や表がとても分かりやすく、横断的に知識を整理できたので、毎回レジュメの切り抜き用テキストに貼り、重要箇所が一目で分かるように、情報の一元化をしました。二つ目の失敗である自分なりの勉強法やペースについては、宇津木先生が各科目ごとに学習指針をレジュメにしてくれますので、それを基礎として学習の計画を立てました。具体的には、主要科目は問題集と答練をメインに、マイナー科目は過去問をメインに6回繰り返し勉強しました。
テキストを読んで理解できなかった部分も分かるまでじっくり読み込むと時間が足りなくなるため、まず問題を解き、間違えた頭でテキストを読んで理解するという方法に変えました。そして伊藤塾の模試は3回あって、範囲が被らないように作られていますので、3回分の模試をすべて復習すると出題可能性が高い問題を網羅することができるとアドバイスをいただいたので、3回分の模試をすべて4回繰り返し復習しました。また勉強法の本をたくさん読んで見つけた自分なりの復習方法としては、メモリーツリーをノートに書いたり、同じ問題を連日続けて解くスイッチバック法や、1日に全科目全範囲にできるだけ触れるために、問題集の1番、11番、21番、31番と、1の位が同じ番号の順に問題を解く方法などを取り入れました。3つ目の失敗点である、合格に対する意気込みが足りなかったことについては、まず環境を変えることから始めました。1年目に受けたオンライン受講は、倍速で見れたり隙間時間に見れるメリットはありますが、私の場合は家で一人で受講しているとモチベーションが下がってしまいやる気が続かないので、ライブクラスの受講に変更しました。仕事の後に通学するのは大変でしたが、他の受験生の方々の熱気を生で見ることによってとても刺激になりました。また講義以外の時間も、家ではペットの犬と遊んでしまったりするので、集中が続かなかったので、家の近くの有料自習室を利用しました。このように、次の7月の試験で絶対に合格するぞという気持ちで計画を立てて頑張ってきたのですが、ずっとモチベーションが維持できていたわけではありませんでした。新型コロナウイルスの影響で試験の延期が決定した時は、持ちこたえていた気力の糸がプツンと切れてしまいました。未知のウイルスで世の中が変わり、先が見えない不安に襲われ、自分が今すべきことは勉強であるのに全く手につかない日々が続きました。そんな中、宇津木先生が受講生に送ってくれた言葉で支えになった言葉があります。勉強できない時でも自分を責めず、少しでも机に向かえたなら自分を褒めてあげてください。やる気が起きなくても仕事だと思って淡々ととりあえず行動してみましょうという言葉です。この言葉に助けられて、心を何とか奮い立たせ、勉強を再開することができ、直前期は朝の7時半から夜の7時まで自習室で勉強し、家に帰ってからも1時間ほど勉強しました。ただ、模試でも総合の基準点を超えたことは一度しかなかったので、本当に大丈夫だろうかという不安は試験の当日まで続きました。試験中もわからない問題があったり、記述の問題の量が例年より多かったり、焦りが出て何度も諦めそうになりました。しかし合格者でもそういう気持ちになると聞いていたので、最後までやり遂げようと必死に食らいつきました。でも試験終了の合図と同時に、ああ、ダメだったと思い、改造用紙を回収されている間は涙が流れて止まりませんでした。それでも蓋を開けてみたら、合格点に余裕を持って超えることができていたので、受験生の皆さんも、試験の最後の最後の1秒まで絶対に諦めないでください。最後に、これから司法書士試験を目指す方や学習中の方にメッセージを送ります。司法書士試験は努力が報われる試験ですが、努力を続けるには覚悟が必要です。その覚悟は一人ではなかなか持ち続けることができませんが、伊藤塾の支えがあったからこそ本試験当日まで気持ちを維持することができました。大変ではありましたが、振り返るととても充実した受験生活でした。諦めなかったことで自信が持てましたし、これから司法書士として責任のある仕事ができると思うととても嬉しく思います。皆さんが今年の司法書士試験で合格することを祈っております。ありがとうございました。